そや、ずかちゃんと覚えてる。あれだよね、手塚くん。懐かしい。そうそう、なんか渋谷の喫煙所でばったり会ってなんか相変わらず役者やってるみたいだよ。なんか食べていけてんのかね。いやー、全然だったよ。なんか夜勤のアルバイトしながら役者の仕事入ったら役者やってって。そうなんだ。なんかすごいね。すごいか。まあよくやってるよな。かっこいいと思う。なんかさ、大人になれなかったっていうか、なんつうか諦め悪くない？まあさ、現実見てさ、落ち着いちゃってるどっかのお二人さんみたいな感じよりはいいんじゃないの。何それ、俺らのこと言ってんの？いや別に。何なの？だから別になんでもないって。いや別にって、2人の将来のためにこうやって就職しようって決めたじゃん。そうだね。私はお願いしてないけどね。いや、あのままの生活だったら子育ても結婚も何もできなかったじゃん。そうだね。お金ないもんね。そうじゃん。結局お金がないとさ、どうしようもできないじゃん。だから分かってるよ。別にさ、お金稼ごうとしてくれてることを責めてるわけじゃないじゃん。じゃあ何？純粋に私はなりふり構わず好きなことをしてる人を見てかっこいいなって思っただけ。あっそ。誠だってさ、少しはいいなとか思ったんじゃないの。どういう意味？だから夢諦めてそれなりにお金稼いで結婚して子育てして、そういう当たり前の当幸たりせを前の手幸に入せっれるて言うのけどがさ。大人になることなんだって自分に言い聞かせてるようにしか私には思えないの。じゃあ何？あの貧乏だった生活の方が今より幸せだったって私言えるはわそれけ？でもよかったよ。はあ、子供みたいなこと言うなよ。いいじゃん子供で。夢諦めるのが大人って言うんだったら、私はいつまでだって子供でいいから。